まあ確かにね後悔をしただけではダメですよね、えー、こんにちはそっかじくろくぼです、えー、後悔してそして強く反省するってことは非常に大事なんですよでその後に何を生み出すかっていうところまで行けば後悔や反省にも確かに意味があるんですけども後悔や反省をしながらもうね半ば愚痴ですよねあの時あいつがいなければとかねあの時この失敗しなければっていう風にずっと後悔していてじゃあその後悔をどういう風に 次に活かしているのかなとその後悔からどんなコンテンツを生み出しているのかなとかね学びをあー組み取っているのかなということを考えるとまあ、一歩前進するんですけどもほとんどの方はそうではないんですよね、えー、家庭のせいとか世の中のせいとか幼い頃にああいう言葉をかけられたのが今でもトラウマでとかねトラウマってね本当にね 邪魔な言葉ですよね一部の方には本当にトラウマっていうのはあるんでしょうけどもほとんどの方がこのトラウマをね使いすぎてるんですよ。トラウマじゃなくて単なる嫌な思い出っていうふうにねもうちょっと軽いもんではないかなと思うんですけども、まあ、どっちにしてもトラウマっていうのにもしね、えー、縛られるんだったらもうそこで終わってしまうんですよねうん。だからそれはある意味仕方がない人もいるのかなと思うんですけども、あのー、まあトラウマっていうレベルではないよ。 っていう風な考え方ができるといいのかなと思うんですよ、うん、でえー、私がねいつも思うのは、うん、同じ絵,絵を見てどこに意識を向けるのかなんですよねあの虹を見て綺麗だなぁと思う人虹の真下に行って雨が降ってるところにいて冷たいなって感じるのと、うん、本当様々なんですよ、うん だかかかららつのの現象から自分は何を感じるのか嫌なことを見て嫌なものを感じるのかそれともその中にもいいものを見ていいものを感じるのかっていうことだけでも全然取り出すすものが違いますそして自分の歩いてきた人生経験の中から後悔っていうものだけを取り出してそこで終わるのか反省っていうものだけを取り出して終わるのかそれとも後悔や反省を 次のの一一一歩歩歩大ききな一歩強いいに変えててくここととがででるのかってことですよね私の場合は強く反省して強く後悔して自分の20代30代がもうなかったものだと思ってねないもん全く意味がなかったと思う,思うぐらい後悔反省をした結果40歳から始まったと今度こそ逃げ出さないぞっていうね今度こそやる以上は成功させるぞっていう強い意志が生まれたってことになりますけども多くの方は 後悔や反省をした結果どどんどん自分の意思が,そ,がれていくその言葉をトラウマってものにね当てはめているんではなかろうかと思うんですけども皆様はいかがお考えでしょうか私はね今のところ自分の人生は後悔だらけだと思って反省だらけですね、まあ、ですんで次の一歩を強くね踏み出していこうかなという意識に変わるんですけどもねはい以上でございます。